ご紹介するのはスペースアタックさんです。よろしくお願いします。いきなりスペースアタックというロゴが目に飛び込んでくるんですけれども、このスペースアタックというブランド名の由来を教えてください。僕自身がアメリカンコミックだったりとか、90年代のエイリアンだったりとか、そういうものが大好きなので、そこからなるほど、デザインもアメコミっぽい感じです。そうですね、ブランドのコンセプトもそういったエイリアンやアメコミ。そうですね、アメコミだったりエイリアンだったりとか、あとは手書きの良さというか、そういうものを意識しました。手書きの作品を見せていただいてもよろしいでしょうか。こちらのですね、これも全部ボールペンでまずは書いて、それをデータに取り込んでっていう作業をしてます。じゃあこの点描はボールペンで書かれてます。全て加工をしてなくて全部ボールペンの点描で。すごい綺麗ですね、他にも手書きの作品はですね、こういうドクロのスカルなんですけど、これも同じようにボールペンで、これは点描じゃないんですけど、ボールペンで描いてそれを取り込んで、銅版画みたいな具合ですよね。でもボールペンなんですね。ボールペンで、ちょっといろいろこう、擦ってあるのを意識したり、擦ってるように見せて描いてみたり、そういうのです。注目してほしい部分って。そうですね、やっぱり僕が今着てるこういうスペースアタックっていう、ちょいダサのカタカナの総柄、宇宙の総柄のプリントのものだったりとか、あとはこうセットアップで着れるパーカーとかですね、こういうものが結構おすすめかなと。これはセットアップで着ると、横一列で5スターとか5つ星。着たのがあちらの、そうですね、そこのマネキンにあると思います。セットで着ていただくとこんな感じ。ソファーが触れちゃう。今回、8月に初めて立ち上げたブランドということなんですけど、そうですね、一押しの商品は、一押しはそうですね、これと、あとはズボンも、これは8月というより9月に発売予定なんですけど、ちょっと早め、今ちょっと出してるんですけど、裏にするとこう、ペイズリー側柄のポケットのまたスターが入ってる、結構かわいいで、緑色のエイリアンの液体みたいなイメージでポケットから垂れてるプリントがしてあります。こだわりですね。アメコミとエイリアンのデザイン、スペースアタックさんからお話をお伺いしました。ありがとうございます。